購入したアイブロウのレビューをしてみたいと思います。結局ブランド名がわからないんですけど、多分ブルネッテだと思うんですけど、まあ、では使い心地を試してみたいと思います。で、メイクをする前に今朝撮ろうと思ったんですけど、今朝は時間がなくなってしまったので、と夜に撮影してます。まず眉毛のところだけ落としていきたいと思います。はい、ある程度落ちました。で、イギリスに来てから眉を整えてないんで、まあ、ついでに眉を整えます。まあ、私が眉を整える時は3種類の道具を使います。で、眉用のカミソリとコームとハサミを使って整えていきます。まあ、顆粒です。で、海外の方っていうのは結構ピンセットでつまんで毛を抜いて整えることが普通なのかなってちょっと思って、まあ、日本人の方でも多分ピンセットを使ってる方もいると思うんですけど、私はピンセット派ではないです。で、海外ではピンセットのことはツイザーズと言います。発音がまだ難しいです。そんな教えるほど英語ができるわけではないんですけどね。テーブルの高さがあんまちょうど良くないので、鏡を見ながら長さを整えていきます。で、上の長い毛を取ったら次下向きに切っていきます。このビザンまで終わったら次ビザンより下を整えます。はい、大体でいいかと思うんで、まあ、画面上で見てもあんまりわからないとは思うんですけど、こっちの方が薄くなったのがわかるかと思います。では次、反対側をやります。ちょっと失敗しました。切りすぎましたね。まあ、生えてくるんで。でも、ある程度切れたので、最後にもう一度カミソリで整えます。では、ある程度できたので、このペンシルを試していきたいと思います。で、その前にもう一回ファンデーションを付け直します。では、本題です。こちら、書いてみます。キャップを取って、繰り出して出すタイプですね。はい、普通に描きやすいです。結構柔らかい感じの質感ですね。と柔らかくて描きやすいですけど、すぐなくなりそうな感じはあります。で、私は枠しか描かなくて、ここから中をパウダーで埋めていきます。まず色の薄いパウダーで、だいたい眉の3分の2ぐらいまで埋めていきます。で、ここまで埋めたら一番濃い色で最後ビザンより先を埋めていきます。はい、ということで、カ
反省しました。まあ、ちょっともう少しシャープさが欲しいので、少し思ったより太くなるかなという印象でした。もう少し多分内側に入れて描けば細く見えるかなと思うんですけど、それかもう一段階これより細いペンがあったので、そっちを試してみてもいいかなっていう風に書いていて思いました。まあしばらくこれを使おうと思います。これで元通りですね。はい、ではまた更新していきます。